ある日、町に魔法使いがやってきました。彼はどんな願いでも叶えますと言って、町の広場で商売を始めました。人々が彼の元にやってきて、願いを言いました。ある人がやってきて、魔法使いに言いました。私はとても賢くなりたいです。どんな問題も解決できるようになりたいです。魔法使いは微笑んでいました。それは簡単です。そして彼は杖を振り、呪文を唱えました。すると、男性の頭が突然大きくなり、彼はすべての知識を持つ天才になりました。しかし、頭が大きくなってしまい、バランスを崩し、よろめきながら倒れました。これじゃあ、歩くのも難しいよ。次に、女性がやってて、魔法使いに言いました。私はとても美しくなりたいです。誰もがそのような美しさを望んでいます。魔法使いは再び微笑んでいました。それも簡単です。そして彼は再び杖を振り、呪文を唱えました。すると彼女は絶世の美しさを手に入れました。彼女は鏡を見て喜びましたが、あまりにも美しすぎて、人々が群がってきています。彼女は困惑し、これじゃあ、落ち着いて歩けないわ。最後に、小さな男の子がやってきて、魔法使いに言いました。僕のお願いはとても簡単です。僕をちょっとだけ背を高くしてください。魔法使いは少し考えてから言いました。君の願いは本当に簡単だ。でも、他の人たちのようにはしないように、できるだけ行動するんだよ。そして彼は杖を振り、呪文を唱えました。少しだけ背が高くて、よかった。これでバスケットボールがもっと上手くなる。その後、町の人々は気づきました。魔法使いの力は本当に素晴らしいが、自分の願いが本当に必要かどうか、そしてその願いの成果は重要だと考えました。